ビ。佐賀市の三大イベントといえば、佐賀城下ひな祭り、栄の国祭り、バルーンフェスタ、その他にもいろいろありますが、そんな佐賀市のイベントをやりくりしている精鋭が、私たち観光振興課です。今日の佐賀市テレビでは佐賀市観光振興課をご紹介いたします。お願いします。こちらは佐賀バルーンミュージアムです。この施設は私たちの担当です。佐賀バルーンミュージアムは天気に左右されずバルーンを体験できる日本初のミュージアム、大迫力の映像にパイロット体験まで、ぜひバルーンを身近に感じてください。佐賀市の観光で忘れちゃいけないのが温泉。佐賀市の北部には古湯温泉、熊の川温泉があります。およそ38度のぬるめの温泉、ぬるぬるとした心地よい肌触りをお楽しみください。橋の駅ドロンパも私たちの担当です。旧国鉄佐賀線として活躍した哨戒橋、橋の駅ドロンパは豊富な種類の農産物や有明海の海の幸などを販売しています。まだまだあります。日瀬高原キャンペーンや世界遺産で注目されている三重海軍署跡、さらにラムサール条約湿地に登録された東岡干潟、その他にも観光振興課ではコンベンションやインバウンド観光の推進など、佐賀市に親しみと誇りを持っていただく取り組みを進めています。佐賀の観光は私たちにお任せ。佐賀市テレビ。